が… アンデルセン、あなたは一体何になったのですか。奴はもはや体は人ではない。お前も私ももはや死んで朽ち果てるにはここをえぐるしかないのだ。真の臓腑を。アンデルセン神父、神父様。それはもはや人でなく、魔でなく、昼でなく、夜でもない。